久保さん、今回、伊藤博文さんにしましょうか。明治の内閣総理大臣ですね。このほど言ってます。えー、っと、我々に歴史はない。我々の歴史は今、ここから始まると。歴史はないと。ここから始まるんだ、みたいなね。昨日ですね、あの、昨日まで商品売ってたんですけど、なんかあの、夜最後お問い合わせいただいて、 なんかそのパソコンの、パソコンどれぐらいでき、できればいいですかみたいな。で、まあ、年齢が60を過ぎていて、まあ、ちょっとはパソコンできるけど、苦手ですと。で、買った後、できなかったら損するんで、あの、どれぐらいのパソコンスキルが必要ですかみたいなね。お問い合わせがあって。あの、 一等両断しましたけど <laughs>、うんまあ例え例え話としてなんかその上司にねリアルの仕事でも上司にこの仕事やっとけっつってねいやちょっとその仕事苦手なんでみたいないすいません上司そ,それも苦手なんでみたいな仕事になんないじゃないですかだ一緒なんですよねなんかそのなんか多分ね久保さんも分かると思いますけど なんかそのインターネットイコール魔法みたいな、なんかその違うものを探してるんですよね。本質的なとこは一緒なんですよ。だって、どんなことでも最初は分かんないし、うーん、なんだん。難しかったりするわけじゃないですか。だって知らないし分かんないんだから。だから結論言うと、苦手とかそういうのじゃなくて、お金稼ぎたいんだったらできるようにしないといけないですよね。うーん、そう。 もしくはできることをやって、できることを積み上げて、そのできることを、えー、なんだ増やしていくことですね。でもできることすらやらなかったら、できることは増えていかないって話ですね。うん。例えばその、なんだパソコンスキルがありませんと。じゃあ iPhone でね、こうやって動画を撮影して、 この動画ファイルを YouTube にアップロードする。それはパソコンスキルが必要なのかと。でも、やったことがない人からすると、じゃあこの iPhone の動画ファイルをパソコンに転送するやり方がわかんないじゃないですか。だから、そ、それすら難しいみたいな話ですよね。どうですかね。た、多分ね、久保さんのなんかの動画で iPhone の動画をなんかパソコンに映すみたいなのでちょっと回ってたような気がするんですけどね。 なんかね、あったような気がするんですよね。結構昔の動画で、結構回ってたやつがあると思うんですよ。なんだっけな。あ、これだ。スマホで撮影した画像を PC に取り込む12万回ですね。8年前に。<laughs> スマホで撮影した画像を PC に取り込む12万回。8年前に、ま、回し、8年前のアップしたやつが回ってますけども。でもそれはパソコンスキルなのかって話で、でも初心者の人、わかんない人にとっては、それも上級テクニックですよね。 だからそもそもその <laughs> パソコンスキルどれぐらい必要ですかっていうのがどこ基準なのって話で、まあ、全部難しいわけですよ最初は、うん、もしそれが簡単であるならば12万回回んないですよスマホの画像を PC に取り込むっていう動画がスマホで撮影した画像を PC に取り込むやり方がわからない人がこの動画を見るんですよね分かってる人は見ないですよね多分ねでも12万回回ってるわけじゃないですかこれ うん、だから、まあそういうちっちゃいことですよね。うん、だからこれも調べてやればできるようになるだろうし、今わかんないこともわかるようになるだろうし、結局その稼ぐ気があるのかないのかっていうのがき、あの、一番の根本的な前提条件かなと思いますね。どんなにスキルがあってもね、稼げないですよ。だって久保さん、タカさんとまだやってんのかな タカさんとやりとりしてんのかな気になる男。気になる男まだやってるあ、やってますね。タカさん、あれですよ。あのプログラマーっすよ元、パソコンスキルめちゃめちゃありますよ。プログソースコード一応ね、Java とかなんか,かちょっと書けるって言ってましたからね。全然ありますけど。 あのタガさんとも対談しましたけど、そのプログラム、ソースコードをかけてもお金稼げるとは限らないって話で、タガさんがお金稼げるようになるまで相当結構大変でしたからね、いろんなマインドブロックもあったし、商品売るまで結構大変だったし、うん。そう。だからこれから歴史を作っていくってことなんでしょう。ね。そうこれから歴史を作っていけと、これからやっていけば、久保さんもね、新しい歴史をね、 作ってったわけですからもともと麻雀店のおっさんでねそういってらっしゃい